はい、今ですね、どこにいるかっていうと、東モールの首都のディリにいます。ディリの、ところですね。今日の丸を見つけたんですけどね、こちら見てください。これ英語わかる方だったら意味がわかると思うんですけど、グランドエイトバイスカバイントジャパンツーズピープルティモールレスということで、日本政府からの援助、シモールの人々に対して援助というふうに対してです。そしてシモールの国と、こちらが、日本の国です。で、これはですね、この下に説明書が書いてあるんですけど、The project was urgent improvement of the water supply system in Bemis Diri ということで、いわゆるそのあれですね、水の供給です。水道とかの、これに対して改善するね、緊急の改善するプロジェクトを日本が援助したということです。で、これでクライアントナショナルで、下面の書いてあるんですね、三遊コンストラコンサルタントが三遊コンサルタントという会社です。ちょっとこの会社は私わからないんですけど、でコンストラクター、これは建設した会社です。コンサルタントが、まあ、相談乗る会社ね。で、コンストラクター、いわゆる建設した会社が、大日本コンストラクション東京ジャパンということで、こちらが大日本の、大日本建設ですね。まあ、こういった感じで日本がね、オーストラリアの次ぐらいかな、一時はそのぐらいだったんですけどね、まあ、最近4位ぐらいになってるって噂も聞いたんですけど、かなり日本の援助が入ってます。東ティモールに関しては、2002年に独立しました。それまでの過程で東ティモールの紛争があったり、もしくは2006年に暴動があってね、国内が、荒れた時期があったわけですけど、その中ですね、この日本が助けているということでございます。水の供給に関してね。でこれが施設がこちらです。いい感じですね。でさっき話したらね、まあ感謝してるって言ってました。このねティモールの人たちもね。